ディオ、トラ入ってるやんけー、何ウガです。以上です。エディです。トラです。最強クイズ王集団カプリチョチャンネルです。よろしくお願いします。ちょっと意味がわからないから。そうなんです。私、以前ですね、東大王という番組にね、おー、はい。二度ほど出させていただきまして。いや、素晴らしかったよ、本当に。誇らしい。その中でやって僕がね、面白いなと思ったのに、スピードアンサーっていうのがあるんですけど、あるね。まあ、カメラがぐるぐる回って、うん、自分の前に来たら答えるってやつで、本来走る競技だったね。そう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 。テーマが与えられて、その中に特定の文字が入ってたらそれを答えるっていうのがあったんですね。例えばテーマが匿名で、みんなの前にトラっていうワードが出てきたら、トラが入ってる匿名を答えると得点になると。なるほど。いうやつです。これはオーストラリアが正解なんですけど、うん、そんな感じで皆さんにはあるテーマをまず与えます、はい、その後それに基づいて、文字が出てくるので、それが入っているテーマに該当するワードを答えていただくというクイズです。正解はプラス1ポイント、うん、誤答はお咎めなしとなりますので、どんどんチャレンジしてください。はい、それでは参りましょう。最初のテーマはこちら、ディズニー映画です。ディズニーの映画のタイトルを答えてください。なるほど。第1問目はこちら、ドス。エグいね。ドスね。やばいな。エディ、なんかドナルドスターになる。初期のキャラもののね、初期の初期あるよね、映画であるよね、そういうのね。ただちょっとスターになるはなかったな、なんか短編みたいなやつ。以上、カーズドス。長編みたいな。ちょっと待ってよ、本当にこうやって頭をね、少しずつ働かせて、そう、ほぐしてほぐして、うん、これカタカナ、まあ、カタカナなんですか。あ、全部カタカナになってます。なるほどね、はい、そうだと思ったんだよな。エディ、実はスペイン語読みだったんですけど、うん、アナと雪の女王ドス。ちょっともしかするとスペインでそうかもしれないけど、一応日本で公開された時の名前。なるほどね。ちょっと答えが出ないようなので、ヒントを差し上げます。はい、ヒントその1、タイトルはかな10文字の作品です。おヒントその2、2002年公開の映画です。2002年、2002年、結構前だな。何やってたかな、ね、何やってたかなだよね。知らない可能性出てきた。わかった。エディ、リロ&スティッチ。正解だ。出た時はスッキリですね、これは。スッキリだよね。ということで、では次の問題いきたいと思います。ディズニーの2問目です。こちら、うのう。お考えください、どうぞ。違うな。うのう、でも、のうじゃなくて、のうだもん。そうだね。伸ばし棒でいますね。はい、行きましょう、石野。塔の上のラプンツェル。素晴らしい。なるほど。2010年公開、童話ラプンツェルをモデルにした塔の上のラプンツェルが正解でした。お見事。嬉しい。これは1個目を考えてた時にこのワード自体はあったので、なるほどね、そこをもう一回さらい直したって感じですね。ディズニー映画に詳しくなさがやばい。全然思いつかも。では3問目いきましょう。こちら、スタート。ディズニー映画は国よりは少ないんでね、知ってるのも少ない俺。やばい。はい、石野。ベイマックイ。その部分が変わって第2弾ってなんないんだよ。ベイマックスの次ベイマックイになんないでしょ。はい、AT。 蒸気船クイリー。クイリーみたいな言い方しないで、それミッキー初登場作だから、うん、石野。飛行区域を放送。そのね、初期ミッキー作品、飛行区域ですよ、読み方。飛行区域じゃないよ。わかったー。すごいすごい。エディ、101匹ワンちゃん。なんだよ、くそー。はい、1990
1961年公開101匹ワンちゃんが正解でした。やったー。なるほど。いやもう今その杭を挟むボケを考えていて、うん、101匹ワンちゃんに挟めるかなと思って入ってる入ってるってはい、それではディズニー最後の問題と。はい、それこちらです。おい、うつ、おい、うつが入る映画があったんですね、ディズニー。お、ディズニーが春日の憂鬱。違う、ディズニー映画かも。ディズニー映画共和にだよ。あ、そうだ、分かりやすいだ。そうか、そうか。え、以後ミュウツーの逆襲。本当だ、ミュウツーに入ってる。ポケモン映画。エディ、あ、アナと雪の女王2。正解ー。やーべー、くそー。いや、2だと思ったんだけどさ。すごい。カーズもトイストーリーも違うなと思っちゃったんだよ。はい、2019年公開アナと雪の女王2が正解でございました。これ一企画でアナと雪の女王2とドッツを両方答えてすごいことになりましたね。それでは次のテーマはこちら、スマブラシリーズのプレイヤーキャラ。絶対いける、 100% いける。これだってこんなん短いのばっかりじゃない、ね、そうだね、キャラの名前なんて ね、 ね。さあ、それでは参りましょう。一つ目のワードはこちら、うつ。ほらー、いこう、ニュース。おっしゃ、正解です。素敵になってた。すごい、よく表情に出さないようにしたすごいよね、だってスマブラじゃない時からスマブラ絡みの後藤してたわけだからねそれは撮りたいわな、それ。そうだ。それでは次行きましょう。こちら、はい、行きます、はい、石野。これは貼ってました、ウィーフィットトレーナー。正解。よーっしゃー、よっしゃー、確かに。はい、トットはウィーフィットトレーナー、ダイランドスマッチブラザーズ4、ニンテンドー 3DS、Wii U から、登場したキャラです。お見事、正解。立ち上がるポーズ。で、ちょっと出るんじゃないかなと。あ、そうそうそう。ね、僕ね、スマブラをなんとね、やったことないんですよ。ね、おー、すごいね、それで。で、ニンテンドーのゲームもね、そんなに詳しくないんです。なので、これくらいしかわからんと思って貼ってました。やべえ。いきましょう、3つ目はこちら。森。うわ、はい、いきます。リコ。子供リンク。素晴らしい。いや、強いね。時のオカリナとかも、うん、リンクの子供時代のキャラクターで、リンクよりも火力はないけど素晴らしっこいみたいな。はいはいはい、はい、子供リンクが正解でした。お見事。さあ、リコが点を伸ばしている状況です。それではスマブラゾーン最後となります。こちらです。クリ。え、エディ、インクリング。正解。誰もそう呼んでないのよ誰もそう呼んでないのよ。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから参入のスプラトゥーンのキャラクターでインクリングというキャラがおります。よくひらめきました、はい、見事正解でございます。やるじゃない。あ、お世話になった、くそさあ、それでは次のお題に行きたいと思います。次のお題はこちら、カラオケランキングトップ100、ダム調べの最新のものとなっております。最新か。曲のタイトルを当てていただくことになります。はい、なんだ。それでは参りましょう。最初はこちら、ソース。以上、ラブソースイート。正解。うわー、早い、めっちゃ早い。はい、嵐でラブソースイートです。やったー、めっちゃ早いね。いやー、まあ、でなんちゃらソースだろうとはさすがに思ってたので、まあ、そこから貼ったら案外スルッと出てきた。さあ、それでは第2問参りましょう。第2問はこちら、トム。エディ、トップ100じゃなさそうラブファントム。あー、いいですね。でも入ってなかった、それより歌われてるトムがあるってことですね、はい、トムとジェリーのテーマテーマって言ってる人に歌うんだよね。歌とじゃないんだよ、はい、さあ、リコ、鉄腕アトムのテーマよく見つけたね。エディ、鳩麦玄米創建美茶の CM ソングじゃないよ。入ってたら一回入れちゃうかもしれない。第一ヒント、女性が歌う曲です。
しれないです。とがさ、何々とってこう、まあ確かにそれは考えてみましたね、うん、何々とだとしたら、無から始まる言葉があるってことでしょ。そうそうそう、あるかって思って、いやあれだわ。あるいっぱいある、いっぱいある、うん、いっぱいあるわ。はい、行きましょう、リコ。カブトムシ。うわー、おーっと、急にひらめきましたね。アイコさんね、カブトムシ、その通り。これはすごいね。無で始まる言葉何かあるかな。会えないと、虫？虫！あそっか、虫の無か、はい、ということで、1999年の名曲、愛子さんのカブトムシが正解でございました。見事。それでは参りましょう。3つ目はこちら。うの。さっき見たぞ。いっぱいありそうだけど、こんなの。うのうではないですね。いじろ。栄光の駆け足？正解！よーし！すげえ！よし！いやー、これは出てこないわ、うん、俺ね、違うんだよ、俺最初に希望の輪立ち浮かんだのよ。でもなんかこの形でもっといいのできるはずだと思ったら、押した瞬間に栄光の駆け足が出てきて、はい、お見事、素晴らしいスピードでしたね。ゆずの栄光の駆け足正解でーす。さあ、それでは4つ目いきたいと思います。4つ目はこちら。金。金、うん、まあ、違うと思うけど、エディ、あの金を鳴らすのはあなた。ああ、和田アキ子さんね。うん、金、いや、お、いきましょう、石野。これはあれだろう、高根の花子さん。正解。バックナンバー。バックナンバーで高根の花子さん正解でした。気持ちいい。これは茜とかからなんか引っ張った。なるほどね。茜が引っかかった。そういうことです ね。お見事でした。以上で問題終了です。最終結果はこうなりました。リコ3点、AT4 点、石野5点で、優勝は石野です。よかった嬉しい。やったー、まくられた。最後、まあ、まくったような形になりましたね。いやそうですね、まあ、カラオケランキング僕さすがにこの中では一番得意だと思うんです。まあ面白かったですね、これ。結構その白熱していい企画だと思います。面白かったです。はい、おめでとうございました。はい、いやちょっとね、得意な形式だったね、勝ちたかったんですけど、ね、やはりちょっとね、その音楽やはり得意っていうところでだいぶそこで負けられちゃったのが残念ですね。でも面白かったです。はい、ありがとうございました。スマブラゾーンでね、4点取らなきゃいけなかったね、優勝だから、ね、そうなのよ。カブトムシとかをね、取って検討してたところもあったので、あと1問というところでしたけど、はい、でもよく検討した、うん、はい、感じですね。面白かったよって方は高評価を押していただければ、第2弾第3弾とやっていきたいなと思います。あ、第2回やりたいな。やりたいね。以上、本日のカプリチュアでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめん、我慢できない。